はい、皆さんこんにちは、お集まりいただきありがとうございます。最初に、柔道の時にですね、いつもやっています礼を皆さんと一緒にしたいと思います。最初は加茂寺五郎師範写真漫画がありますので、そちらの方にお向きください。加茂師範に礼、互いに礼。加納治五郎先生の生まれた日が10月の28日ですので、毎年その日にかけてだいたい3日間、先生を偲ぶ、先生の業績をいろいろ日本の皆さん、世界の皆さんに知っていただくためにイベントを開いております。このイベントはあまり大きい催しでなくて、もう長く続くように淡々と静かに続けようと思っているんです。ですから大きいことをやろうとするともう続かなくなりますから、ですからこの内容と、この特別展示とか、それから書道教室、それから親子柔道教室、それはずっと続けようと思っているんですね。加納先生はあまり派手なことが好きじゃなかった。生誕祭の期間の土曜日に一般から講道館の練習している人だけではなくて、一般の方も来ていいシステムなんです。そして実際柔道っていうのは投げたり投げられたりするだけじゃなくて、身体活動も全ての、体の動きを柔道を取り入れていますから、今日の対象者は黒帯もいたし白帯もいたし、全くやったことがない人がいたし、それからお母さんお父さん、そして子供、いわゆる親子でコミュニケーションを取るということがあんまりないもんですから、生誕祭でそういう企画をしました。生誕祭の大事なイベントの一つです。ですから指導した下山六段の相手は自分の子供です。はい。そして本当に楽しくやっていましたから、立派な内容だったと思いますね。あのような形で親子が笑いながら身体を接触しながらやる機会っていうのは他のスポーツではあまりないんじゃないかと思います。これからも続けていきたいと思っています。時間があればもっといいんですけど、1時間だけでした。だからまあ1時間ぐらいがコンパクトでいいかもしれないですけど、やっぱり楽しく、今日は楽しかったと思います。でもやっぱもう少しやっていくと苦しさも出てくると思うんですよね。ちょっと受け身をできる、痛くなったりですね。
ですから私はスポーツは楽しくやらなきゃいけない。で政府も文部科学省も柔道はスポーツの一つなんです。ですから中学はスポーツをいっぱい入れています。その一つも柔道もその一つ。でも私は柔道の特性は何かって言ったらやはり鍛錬の要素が、があると思うんですね。ですから寒稽古とか初中稽古とかあるんですね。ですからもうみんなスポーツは素晴らしい特性があると思いますけど、やっぱし私は球技とか他の種目に比べて柔道の鍛錬の要素っていうのは日本的で、なくなっちゃいけないんじゃないかと思うんですね。だから鍛錬の要素があるから逆に柔道から離れていく人もいると思うんです。でもそれじゃやはり人間として強くならないと思うんですね。やっぱ我慢することが大事ですから、だから我慢することをマイナーと考えている人が多くなったから、何でも言いたいことは言う、好きなものしか食べない、でもそれじゃやっぱり人間の大きさができてこないと思いますよね。でもそれは数字には出せない。教育は数字に出すことはできないから、また教育の成果は時間がかかりますから、今日1時間ぐらいやっても教育にはなってない。楽しかったけど、あれを何年もやって初めて柔道を通した人間形成ができていくんじゃないかと思うんですね。加納先生が考えた柔道の理念ですね、それを言葉で表したものが精力善用、自他共栄という、柔道を志している人はほとんどこの言葉は知っていると思います。体と心を最も有効に利用する、それは精力善用。そしてそれをお互いに自他共栄は自分も他の人も共に栄えていくという、柔道は勝つことが目的ではなくて、お互い幸せになるためにその教材として加納治五郎師範が作ったものですから、その言葉をこの精力善用自他共栄、心と体を最も有効に使う、そして自分も他の人も、お互い共に一緒に繁栄していくと、それが世界の平和につながるという、そういう理念をこの言葉で表しているんですね。だから一番加納先生の言葉で今我々が感じていることは、自分だけが幸せなのは幸せとは言わない、家族が幸せなきゃいけない、自分の家族だけが幸せじゃなくて隣の人も近所の人も幸せでなきゃいけない、
でそれをもっと広い意味で考えれば、日本だけが平和であってはいけない、幸せであってはいけないというのは、今ロシアとウクライナの戦争が起きているわけで、そこでそのいろんなマイナス面が、食料を含めて、油も含めて、電力も含めて、日本という国も影響を受けてるんですね。で、私はまさにその加納先生がおっしゃった、自分だけが幸せで、幸せとは言わないという言葉が、このウクライナ、ロシアの戦争を通して感じているわけです。それを柔道の修行を通して、柔道は組んでやりますから、合気道は離れて やると思うんです。そして決めるところはもちろん接することがありますから、柔道は組んでやりますから、相手の気持ちがもう組んだ瞬間に分かる。そして柔道の技術は、相手を投げたり関節を決めたり締め技をしたりして、それが柔道の技術構造ですから、その中で相手を尊重する気持ちがなければ単なる暴力に過ぎない。だから投げるときは相手が痛くないように投げる。なぜ締め技があるか、殺傷技術があるか、相手を一瞬のうちに制する技術ですけど、かばいながら、相手をかばいながら締める。関節を取るのも、相手の参ったを待ちながらゆっくりと取るんですね。これをキュッと取るとすぐ怪我しますか。そういう技術を通して、お互いの気持ちを分かり合い、そして仲良くなっていく、それが柔道の技術なんですね。ですからオリンピックとか世界選手権の試合というのは、その一つ、この目的のほんの一部なんですね。何パーセントかしか過ぎない。だから金メダル取った人が全てではないです。金メダル取ったのはたまたま競技で勝っただけであって、加納先生が考えた人間が高まっているかって言ったら、高まっている人はもちろんいますけど、そうでない人もいっぱいいる。単に技術がレベルが高いだけの話ですね。柔道の修行の一つが試合です。で、試合というのはルールで勝った負けたというのをつけるのが原則ですから、必ず勝った者負けた者はいるんですね。ただその時に、やはり相手がいたから自分が勝ったという気持ちが分かるわけだし、負けた者もその相手がその人をかばう気持ちがあれば、またそこで頑張ろうという気持ちになるんですね。ですから試合というのは、合気道も一緒ですけど、勝った負けた、勝った者がポンと投げた時にガッツポーズなんかすることは、投げられた者に対して非常に失礼なわけで、相手のことを考えればガッツポーズなどはできない。そういうことを何回も繰り返していくうちに、お互いが高まっていく。試合の目的もそうでなきゃいけない。でも今はスポーツ化されて、武道ではなくてスポーツ化されて、序列をつける金銀銅1位2位3位ということが、若い子どもたち、少年、中学生、高校生などの目的になっているから、それがやはり今柔道が変わらなきゃいけないところだと思います。ですから小学校の試合をなく、全日本柔道連盟はなくした、そういうことですね。もっと広い
心の持ち主にならなきゃいけないという、でもそれは難しい。やっぱり最初は勝つことを考えて修行を始めますから。ですから加納先生も柔道人口を増やすためには競技は適していると。でもあまりこの競技っていうのは勝ち負けがはっきりする、それだけが目的であれば人間形成はできないということで、一時試合を嫌った時があります。本来の目的はそうでない。でも世界中の人がそれは分かって柔道を修行しなきゃいけない。ですから講道館は決して勝った負けたという目的を指導するときには目的にはしません。でも難しいね、人間形成というのは。我々もまだ修行の途中です。今国際柔道連盟を含めて試合の後の態度などを指導しているところです。ですからガッツポーズなどはしないようになることを今柔道の指導者は考えていると思います。それが本当に斬新というですね、大事なところだと思うんですね。それから技術の中でも子どもたち、そのとても鍛錬された人たちは投げたものが倒れても怪我はしません。でも若い小学生中学生、投げたものが胴体で倒れていくと、これは頭を打ったり大きい事故になります。だから斬新っていうのは心を残す、それから体を残す。だから投げた後は、投げたものはしっかりと立っていなきゃいけない。それを今講道館では指導してます。ですから斬新、投げたものが倒れない、それから投げられたものは潔く受け身をする、投げられないとして相手を引っ張り込むと胴体で倒れること、そしてお互いに柔道着を持ってますから、それを引っ張り合ってバランスを取る、それを命綱というふうに言葉をつけました。ですから斬新と潔さと、そして命綱、この3つのことを守れば怪我はほとんどないんですね。怪我をしないために柔道を行っていますから、相手に怪我をさせるということは、これはもうとんでもないことですね。暴力と一緒です。はい、そう思いますね。ですからさっき言いました加納先生は、その柔道を広める、普及発展させるためには試合は必要であると。でもこれは柔道修行の一つですから、合気道もこういうものが何かあればもっと柔道人口も増えるし、技術も発展していくと思いますね。でもそれは全てではないから、柔道も合気道もそれ目的はもう人間形成一緒ですから、それが武道だと思うんですね。柔道の指導者も今は若くなってますから、若い人が多くなってますから、今のルールの中でやっております。ですから昔の当て身技、これはもう危険ですから、実際の練習ではやりません。それから怪我をさせる試合などで怪我が多くなった判例がある技はルールの中で禁止技にしています。ですからやっぱし私は指導をしていて、怪我をさせる、相手に怪我をさせる指導は間違いであると
いろんな指導の方法があるけど、怪我をさせる指導は間違いである。ですから、例えば大外刈りで、さっき言った手を離せば頭を打つ、これは指導の間違い。でも本来の殺傷技術であれば、相手を殺すためには投げて手を離して、それはもう極限の危険なことですよね。ですから柔道の技でもそういう危険があれば、いつでもやめなければいけない。審判も危険なことがあればすぐその試合を待てという形でやめさせない、止めなきゃいけないというルールはありますね。ですから本当に安全、人間が怪我しないようにやっているわけだから、怪我をさせる技術っていうのは昔いろいろあったかもしれないけど、それは今使われてません。昔の技をですか？いや、昔の技はそれを分かっている人はあまりいないから、そういう指導できないですね。もう今の現代的な技しかありません。それは本当に全ての分野そうですけど、専門的にやってる人は分かっているけど、一般の人は分からないですね。はい。試合に出る条件というのは整うと思いますけど、人それぞれ違う。でも試合というのは、これは大会であって、全日本大会であって、オリンピックは大会であって、試合っていうのは一生できます。字のごとく試し合い。ですから序列をつけるのをもし試合だと考えていらっしゃれば、そうじゃなくて、大会に出るためにはもうベストの状態で出なきゃいけないですから、例えばオリンピック選手であれば、もう30歳とか35歳で世界のトップから落ちてきますか。でも例えば講道館で講談社大会、5段、6段、7段、8段の試合があります。これは90歳ぐらいの人も出ます。それも試合ですから、いつまでもできるんです。試合は柔道はまたチャレンジするといえば段がありますから、加納先生が段を作りましたから、5段取ったら6段にチャレンジする、そして7段にチャレンジするというような形で、そういう道を作ったんですね。ですから我々はもう、例えば3段取ったら3段でいいと思っていても、3段取ったらまた4段にチャレンジするんですね。ですから人間のそういう本能を加納先生はよく分かって、やはりとても素晴らしいシステムだと思うんですよね。ですから段を上がるためには、例えば7段から8段までは12年かかります。そして試合も出て、試合も10点、勝って1点、引き分けで 0.5 点。ですから段を上がるためにはとても難しいシステムがありますけど、やはり人間というのはチャレンジスピリットがあるから、1年に1回のこの講談社大会に全国からどれぐらいかな、1500人ぐらい出場します。負けたら0点、引き分けで 0.5、 勝って1点、でも最終的には10点取らなきゃいけない。期限も12年、そして審判技術も必要である。いろんな要素を含んで初めて商談できます。
実は僕もフランスには何回か行って柔道クラブを見てきています。ですから、フランスの柔道人口が日本の柔道人口よりも多いっていう数字は基礎数が違いますから、世間で言ってるような数字じゃないと思うんですね。日本は有段者が240万いるんです。実は生存している人が210万、ですからそういう人口を比べればもうその数の基準が全く考え方の基準違いますから、まあ、そういう意味で私はフランスの柔道を視察に行ったりフランスで指導したりしたこともあります。今日は柔道、明日はサッカー、次はバスケ、次は水泳と、そういう形でとてもいい形で子どもたちの身体活動を培っていると思います。日本においても今そのような形になるかもしれません。ただ講道館に来ている、子どもたちの様子を見ますと、ほとんどは両親が、親が子供に柔道をさせたいと、その目的はやはりその もちろん強くなることも考えているかもしれないけど、礼法とかそのしつけの面で講道館に参加させている親が多いです。子供が自分からやりたいというのはあまり小学1年とか幼稚園とかではないと思うんですね。でもそれが教育ですから、親は子供にそういうチャンスを与える。そして柔道も成長の一つの糧として、柔道だけじゃなくてフランスと同じようにサッカーとか水泳とかバスケとかやればいいと思うんですね。そして小学校で柔道のチャンピオンになっても中学高校ではなれないことが多いです。ですから我々の指導は柔道を今やっているけど、いつでも他のスポーツに移ってもいい、いろんな経験をしてほしいという、そういう方針でやっています。だから今やってるからこれを一生続けてくれとか、そういうことは必要ないと思うんですね。今はしっかりと心と体を鍛えて、そしてさらに他のスポーツを経験することも人生の中ではとても大事だと思っています。古い人たちは、古いといってもどれぐらい、何歳以上ですかね、やはり日本のスポーツ、まあ、スポーツと武道の定義は難しいですけど、日本の運動競技は柔道とか剣道だというイメージは強いと思います。でも現在のもう大学生も含めて、大学生以下の学生、それから大学を卒業した若い人たち、何歳ぐらいかな、柔道というものに対して一つは憧れているとは思います。強い柔道やれば強くなりますから。でもやっぱり自分はそこにこう勇気がない、やる勇気がない。そしてだんだん日本のその伝統運動文化から離れていく可能性がありますから、若い人たちが見る柔道は好きかもしれないけど、実際行うするスポーツとしては柔道はあまり選ばれないんじゃないかと思うんですね。ですからやはり柔道が日本で発祥したにもかかわらず、やはり海外のいいものもありますから、必ず日本の剣道とか柔道とかという武道に固執することはなくなっていますし、それでいいんじゃないかと思います。
自分のですね、はい、もう今おっしゃった通りなんですよ。講道館でも道場に講道館自体を閉めている期間もありましたけど、数が減ると、来てもよかったんです。ただ段階を作って、最初はもう一人でのトレーニング、それで我々が時間が経ってから分かったことは、子どもたちの体がしっかりとできてきました。いつも相手を頼って、相手とこう組んでいて、バランスなどが相手に頼っているのが、一人でのトレーニングによって、もういわゆる体幹、体の軸がですね、しっかりとできてきた。それから例えば腕立てなどでも全部でやれば、10回やることを5回ぐらいしかやらなかったのを、それしか、そのトレーニングしかないから、しっかりと自分で10回いわゆる主体性ですね、自分でやる気持ちができてきました。ですから必ずしもコロナがマイナスだったとは思ってません。まあもちろんマイナス面が多かったけど、プラスの面が見えてきました。子どもが本当にしっかりしてきましたね。一人でのトレーニングを通して、そして逆にまた相手がいなければ柔道はできないんだと、ランドライできないんだという気持ちの面でも、対人間の大事さが、相手の大事さが分かってきたんじゃないかと思いますし、我々もそういう指導をできたんじゃないかと思うんですね。ですから講道館としてもできることはほとんどやったと思います。私は道場の責任者から今違うポジションにおりますけど、この道場の責任者、コロナが流行った、まあ、2年3年ここは疲れました。いろんなどういう形で柔道を子どもたちに継続させようかというシステムを考えるのに、ただ昔はもう柔道の指導だけしていれば子どもたちは来るし、我々は子どもたちが来ないとただの一人の人間ですから、生徒がいて初めて指導者として有意義なわけですから、まあそれも感じましたし、ですから子どもたちの成長の大事さっていうのですね、存在のありがたさっていうのをまた感じましたですね。だから指導員はみんな子供に感謝したんじゃないかと思います。